フランシスコ・ポーリーのカブレラ・エルナンデスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手。日本球界での登録名は、キャブレラ。台湾球界での登録名は、ズイ・ヘシャゲ。サンタクルーズ高校を経て、1985年に、トロントブルージェイズと契約。1989年7月24日の対、テキサス・レンジャーズ戦で、7番、指名打者として、 先発出場し、メジャーデビュー。結果は4打数無安打に終わった。同年8月24日にジム・アッカートの交換トレードで、トニー・カスティーヨと共にアトランタ・ブレーブスに移籍。1992年の NLCS 第7戦では9回裏、2対2の同点に追いついた後代打で登場し、リーグ優勝を決める主君のサヨナラヒットを放っている。その年のワールドシリーズでは、第6戦に、 代打で打席に立ったが凡退している。1994年に NPB のオリックスブルーウェーブに入団するが、期待された成績は残せずに同年限りで退団。1997年5月10日に CPBL の時報をイーグルスと契約。主に三塁手としてプレーした。メジャーで24試合、日本プロ野球で1試合、保守として出場したことがある。 ブレーブス在籍時の1991年と1992年は、保守登録であった。オリックス時代に、本塁打を打った後、ホームベース上で眉間を指でつまみひざまずくポーズを、とっていたが、これは当時 J リーグベルディ川崎に所属していた、ビスマルクが得点を決めた後に言っていたパフォーマンスを、意識したものだった。フランシスコ・キャブレラに関するカテゴリー、ありがとうございます。